おっしゃ、出た、きたー。あー、これはちょっといいサイズじゃない。おい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 、どうも、ゆうとです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、宍道湖にやってまいりました。まあ、前回とね、同じような流入河川の河口付近にあたる場所です。久しぶりにですね、ちょっと浅間爪宍道湖エントリーということで、まあ、今日はね、50、60ぐらいのシーバス取れればいいかなと思います。まあ、ちょっとね、爆風で風向きがまた変わる予報なんで、風向きがね、変わってやれなくなる前に、なんとか釣って帰りたいところですね。それでは早速やっていきましょう。タックルはですね、前回と一緒です。シマノさんのソアレ BBS80LT と同じくシマノさんのセフィア CI4C3000SHG ですね。 P ラインを 0.85 にフロロカーボンのリーダーを3号巻いてます。まあ、朝一の状況ですけど、一応ポシャンポシャン何かね、ベイトを捕食するような音は聞こえるんですけど、結構ちっちゃいですね。なんかこう大きいシーバス特有のガバッっていうような捕食音が聞こえないですね。うわー、今のはちょっとでかいぞ。シーバスだったら結構いい方のような気がしますね。さて、現在時刻は4時45分、まもなく日の出ですね。さあ、早速やっていきましょう。どうかな、ちょっと反応あるかどうか分かんないんですけど、とりあえずまずはトップで様子見たいと思います。アイマのポッキー80ですね。何気にね、ちょっとここも初めてエントリーする場所なんで、水深とかよく分かってないです。本当は今の時間帯追い風になる予報なんですけど、もうほぼ真横に吹いてますね。最近本当天気予報と違う風が吹いたり天気になったりと、なかなか読めないですね。軽いけど飛びますね。いい感じ、いい動きするな。おっしゃ、出た、出たよ。これちょっとちっちゃいね。よし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 、けい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 、よいしょ、しけい、オッケー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 。はい、トップ出ましたね。ちっちゃいですけどシーバスゲットです。30センチぐらいかな。いや、久しぶりトップ出てくれたんで嬉しいですね。はい、かわいそうなんで早速リリースしてあげましょう。結構魚体が真っ黒だな。うわ、元気。はい、ありがとう。あー、食ってますね。しゃ、あ、違う、これは根がかり。嘘、そんなところで根がかる。トップですよこれ。あー、やばい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 、ちょっとポッキーはなくしたくないよ。うっそー、やだやだやだ、マジかよ。うっそー、トップだよ。トップで寝がかるってどういうこと。頼む、これで取れてくれ。あー、終わった、最悪、ポッキー80ロストです。あー、前回大活躍したダイソーさんのスピンテールジグ 10g ですね、投げてみましょう。ここも手前のちょうどこの敷石がちょっと先まで入ってるんでしょうね。この辺りに駆け上がりがありますね。あ、これはちょっといいサイズじゃない。良さそう良さそう。やばいやばいやばい、これは良さそうですよ。ちょっと強引なファイトはしないようにして。おい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 、慎重に。あー、うっそ、慎重に。あー、うっそ、高い。はー、もうバレた。うわー、難しい。エラーライかな、切られちゃいましたね。
くそー、あー意外といいサイズ出るな。普通にシーバスロット持ってきても良かったかもしれないな、これだったら。はい、スナップ結び直しました。ダイソースピンテール同じく 10g でいってみましょう。こちらもね、前回同様熱収縮チューブカスタムしてあります。これやっとくとね、フック全然絡まないんでおすすめですよ。使われる方ぜひやってみてください。水深が浅いせいなのか、この真夏で活性が高いからなのかわかんないんですけど、かなりエラー洗いされますね。なんでやり取りに問題があるのかな。いや、エラー内がほんとすごいね。手前に走ってきてる。きたーっと、ちっちゃいめちゃくちゃちっちゃい。はい、チーバスです。20センチぐらいかな。はい、いいとこかかってますね。かわいいですね。リリースしましょう。はい、ありがとう。2本目ゲットです。だいぶちっちゃかったですけど、あのサイズでもね、やっぱ釣れると嬉しいな。楽しいですね、すごく。それだけね、最近ほんと魚に飢えてました。本当に今年全然釣れないんですよね。この間ね、1日だけちょろっと、あんまり大量ではないんですけど雨が降ったんですよね。それからちょっと状況が少しだけ良くなったかなっていう感じはしますね。まあ相変わらずね、水位はちょっと低いんですけど、いよいよね、山陰ももう梅雨明けということで、本当にね、まさに文字通り空梅雨でしたね。全然降らなかったな。なんか本当釣りを始めるようになって雨のありがたみを分かるようになりましたね。ちょっとね、ボイルが減ってきました。ベイトが遠のいちゃったかな。食ったー、けー、うわー、つばれたくっそー、マジでバレるな。これがシーバスの難しいとこでもあり楽しいところですね。多分今のはちょっと大きめでしたね。50くらいかな、目測ですけど。いやー、すごい当たりがめちゃくちゃあって楽しい。やっぱりマズメだな、マズメパワーですね。なんかすごい釣ったような気分ですけど、まだ2本なんですよね。しかもサイズも全然出てないんで、何満足してんだって感じですけど、もうちょっと大きいのが撮りたいな。まだね、日の出30分後なんですけど、やっぱね、かなり急に日が出た瞬間暑くなりますね。今年ね、ちょっと本当暑すぎじゃないですか。6月で34度とかおかしいでしょ。なんでこんな暑いんでしょうね。この間のね、ライブでもお話ししたんですけど、それ、ね、熱中症対策ほんと気をつけてくださいね。おお、立った、くっしゃ、きたこれはどうかな。あんまり大きくないか。よし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 、うわい、バレたい。いやー、もうちっちゃかったですね。3、40ぐらい。全然抜き上げできたな。あのまま抜き上げしとけばよかったかな。いやー、いい感じ。活性かなり高め。面白い。おい、当たったー。乗らなかったー。しょ、いわ、い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 いわ。当たったよー。すごいね、めっちゃ反応あるから超楽しい。うわー、食ってるね。いるいる。おっしゃ、食った。あっ、パリッた何回味わってもやっぱドキッとしますね。これがたまらないんですよね。
っしゃ、食った。オッケー。これはどうかな。おー、いや、バレる。あー、めちゃくちゃバレるよ。ちくしょう。はい、お疲れ様でした。というわけでですね、今日は朝マズメでね、宍道湖でシーバス狙ってみたんですけど、シーバス2本でフィニッシュです。大きいのも何回かかけたんですけど、バラしちゃいましたね。まあ、すごいね、やっぱり朝マズメ活性が高くて、トップなんかでもね、もう狙える時期なんじゃないかなと思います。いや、すごいね、当たりもたくさんあって楽しかったんですけど、何分ちょっとキャッチ率が低いのが課題ですね。バラシをいかに減らせるかが今後の課題になりますね。シーバスね、ほんとまだまだ初心者に近い状態なんで、腕を磨いてね、キャッチできるようになりたいなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。